皆さんこんにちは、 JSR の日高です。本日はおすすめ収益物件のご提案を行いたいと思います。本日ご紹介する物件はフェデラルランドのザ・シーズンズという物件になります。物件概要なんですけれども、デベロッパーがフェデラルランド、プロジェクト名ザ・シーズンズ、建設エリアはボニファシオグローバルシティ、完成ですね、タワー4つあるんですけど、タワー2、今回ご紹介はタワー2になります。竣工2024年、総ユニット数ですね、タワー1から4を足すと、1344ユニットになります。代表的な間取りはですね、1ベッドルーム46から63平米、2ベッドルームが60から96平米、3ベッドルームが105から174平米、ペントハウスが232平米から311平米となっております。階数なんですけども、タワー2は47階建てとなっております。フロアプランなんですけども、地下2階から地下3階が商業用のですね、パーキングになります。地下1階から3階が商業エリア、4階から7階がパーキングになっていて、8階がアメニティ、9階から居住となっております。物件概要なんですけども、今回のですね、ザ・シーズンの特徴はですね、なんといってもですね、この商業エリアですね、この商業エリアが、三越、伊勢丹、デパートが入ります。で、今回のですね、フェデラルランドデベロッパーなんですけれども、野村不動産とですね、三越伊勢丹との合弁会社ですね、日本税がですね 40%、 現地のフェデラルランドが 60% という会社で、今回のプロジェクトを作っています。で、デベロッパーのフェデラルランドなんですけれども、フィリピン最大手のですね、一つになっております。で、親会社ですね、GD キャピタルという、財閥なんですけれども、その中にフェデラルランドがあります。で、他にもですね、トヨタとかですね、あとメトロバンクというですね、大きな商業銀行を持っていたりとか、アクサとかですね、あとは住友ですね、とか、結構日系の企業とですね、もともといろいろと、現地でですね、いろんなビジネスを行っているといった会社の、不動産部門になっております。ザ・シーズンズの建設場所なんですけれども、ボニファシグローバシですね、これはですね、タギック市というところにあります。タギック市の位置なんですけれども、左の地図を見ていただくと分かるんですけれども、マリア首都圏の中のですね、この赤で囲んだところですね、マカティ市の、隣の市に、位置しております。で、ボニファシグローバシの位置ですね、このタギックシティの中でもですね、よりこうマカティにですね、近い、ほぼ食い込んでいる形ですね、の、ところにあります。BGC、ボニファシオグローバシの特徴なんですけども、もともとですね、フィリピン軍の基地だったところですね、2007年の時は、このような感じだったんですけども、わずかですね、十数年でですね、このようなですね、ビルがたくさん立ち並ぶですね、近代的な街並みになっております。どんなですね、ものがあるかと言いますと、ハイストリートというメニュー機動ですね、これ商業エリアですね、あと日本人学校をはじめですね、ブリティッシュスクールとか、フィリピンで最もですね、有名なですね、インターナショナルスクールがあったりとか、またオフィス街ですね、Facebook ですとか、あと Google のオフィスなんかもこの中に入っています。右下ですね、フィリピンの最先端の病院の一つあるという、セイロカ病院ですね、セントルークという病院になります。あとボニファシオグローバシですね、今進んでいる、プロジェクトですね、インフラプロジェクトなんですけども、左側ですね、地下鉄ですね、フィリピン初の地下鉄になりますメトロマニラサブウェイですね、この10番と11番がですね、グローバルシティを通る駅になっております。で、右側ですね、グローバルシティと第3の経済のエリアのですね、オルティガスですね、ここを、今橋がですね、川が一つあってですね、その川をですね、つなぐ、2つをつなぐですね、橋が今作られております。あと3つ目ですね、これはマカティ中心の地下鉄になるんですけども、先ほどご紹介した南北のメガマリナサブウェイとは別のですね、マカティの市の地下ですね、これがですね、ボニファシオグローバシですね、の近くも通るというとですね、ここでちょっと赤で囲んであるところが、ザ・シーズンズですね。で、駅ができるのはここ7番と8番のところですね。で、先ほどご紹介したこの橋というのがですね、ここですね、ここにあります。で、こっちにオルティガスがある感じですね。はい、で、ボニファシオグローバシの、ちょっとさらに拡大したところですね。今回ご紹介したザ・シーズンズはどこにあるかというと、この三つ星って書いてあるところですね。ここが、そのザ・シーズンズの建設エリアとなっております。でグランドセントラルパークというですね、フェデラルランドが開発しているエリアの中に今回のザ・シーズンズがあります。で、これがグランドセントラルパークというんですけども、ここですね、この三越と書いてあるこの辺がまずグランドセントラルパークというところになっております。で、何があるかと言いますと、この K というところですね、ここがザ・シーズンズが今建設されているところ、三越のデパートで
ですね。あとは今もうすでに完成しているところで言いますと、ここですね、グランドハイアットホテルとかですね、グランドハイアットレジデンスとかですね。で、あとグランドハイアットレジデンスのタワー2なんかにもこれが建設している最中です。この F はですね、F とかこの G、J、I、H、この辺はコンドミニアムが今、作られていて、まあ、すでに完成しているものもあります。建設場所ですね。今建設場所の状況というのはこのような感じになっております。ここはですね、この4階ぐらいまでがですね、三越デパートになっていて、あと地下もですね、デパートになっていて、でこの上のあたりがですね、地下、居住レジデンス用のパーキングですね。で、ここに4つですね、これ2つ目のと、これが今回ご紹介しているのが、そういう夏ですね、夏タワーですね。これが春タワーです。春、夏、秋、冬と4棟のタワーが建っております。で周辺の環境なんですけれども、アップタウンモールというですね、これ商業エリアがあったりとかですね、でこれ先ほど少し触れたですね、グランドハイアットレジデンスですね、これがレジデンスですね、こっちがホテル棟になっております。でこれがグランドハイアットレジデンスのタワー2ですね。で今回ご紹介しているザ・シーズンズは、これのちょうど横ですね、この辺にあります。はい、で左下がですね、これはインターナショナルスクールですね、学校です。今、三越がここにあって、ザ・シーズンズがここにあって、商業エリアですね。これアップタウンモールというのは商業エリアになっていて、学校があったりとかですね。あとこの辺はオフィスですね。あります。あと病院ですね。これが聖路加病院ですね。セントルークス病院があります。で外観、内観ですね。まあ、外観もちろんですね、まだ出来上がってないので、まあ、完成、予定図ですね。まあ、このような感じになっております。で4棟立っておいてで、下が商業エリアになっていて、上がレジデンスですね。春夏秋冬の4棟が立つような形になっています。でここはですね、真ん中の8階の部分が共有スペースになっています。でオープンスペースになっていて、ここにまあプールとかですね、まあ、外にですね、ここ歩いたりするできる公園があったりとか、になっております。はい、で内観ですね、8階の部分ですね、あ、失礼しました。これ1階ですね、1階のロビーになります。レジデンス用のロビーですね。なんかこのような感じになっております。あと8階のですね、アメニティの部分ですね。アメニティの部分が、のこうどういったですね、アメニティがあるかという、このフロアプランなんですけれども、まあ、ゲストハウスがあったりとかですね、ゲストハウスがあるのはですね、まあ、かなり非常に珍しいですね。もう私が知る中では今回ザ・シーズンズというのは初かなというふうに思っております。あとスパがあったりとか、ジム、もちろんジムがあったりとか、ビジネスセンターとかですね、あとカラオケルームがあったりとか、ナーシングルームですね、があったりとかですね、デイケアセンターもありますね、デイケアセンターがあったりとか、いろんなこういったアメニティが入っております。でアメニティのロビーですね、このような感じになっております。まあ、ビリヤード台とかですね、スパですね、カラオケルームがあったりとか、ビジネスセンターなんかもあります。あとヨガのスペースとかですね、こういったものがいろいろ入っております。プールとスカイガーデンですね、このような感じになっております。こちらゲストハウスの写真になっております。はい、ちょっと少しぼやきずれ恐縮なんですけれども、これがですね、地下とあと地上、3階までですね、が、この三越が、入る形になっております。まあ、またですね、おそらく今テナントを決めている最中なんですけど、まあ、完成した時のですね、店内の様子の写真がこのような形になっています。でフロアプランですね、これローゾーンのフロアプランになっております。結構ワンベッドルームですね、50平米のものが多くなっています。まあハイフロア、ハイゾーンに行くと2ベッドルーム、3ベッドルームとか、ちょっと大きめの部屋が出てくるような形になっています。でこちらが代表的な間取りです。ワンベッドルームの64平米、2ベッドルーム、はい、85平米、3ベッドルームの168平米となっております。イメージですね、内装のイメージなんですが、こちらワンベッドルームになっております。まあ、入り口から入ると、このですね、カウンターキッチンがあってですね、で奥にこのリビングルームがあって、でこちら左上の写真が、ワンベッドルームの写真になっております。で左下が、バス、トイレですね、まあ。ワンベッドルームの方はですね、こちらはシャワーのみとなっております。こちらが2ベッドルームですね。2ベッドルームも、同じくですね、ダイニングキッチン、ダイニングがあって、キッチンがあってですね、で奥に行くとダイニング。で、ワンベッド、ツーベッドルームなので、マスターベッドルームですね、こちらがあって、で左下がですね、もう一つのベッドルームになってます。で、これ、ツーベッドルームになるとですね、これ見ていただくと、バスタブがですね、ついております。は
であと参考価格ですね、支払い方法につきましてですね、でちょっとワンベッドルームの51平米を、参考にさせていただきます。物件価格ですね、およそ1800万、50万ペソになっております。日本円にするとですね、大体4250万円になっております。で今1ペソ 2.3 円で計算しております。想定の賃料はですね、1ヶ月で約7万ペソ、日本円にするとですね、大体15、6万円ぐらいになっております。で想定利回りは 4.5% になっています。で支払い方法ですね、プレビルトですね、まず 10% 頭金を支払っていただいて、まあ、400万、430万円ぐらいですね。で 20% を今のところですね、60回で分割ができます。14万2000円というのをまあ60回ぐらいに分けて払います。残りですね、70%、これは竣工時に支払います。およそですね、3000万円と。まあ、このような内訳になっております。はい、でザ・シーズンズのまとめなんですけれども、野村不動産とですね、少し出た現地デベロッパーですね、フェデラルランドによるジョイントベンチャープロジェクトになっております。建設場所はですね、まあ、地下鉄ですね、2つの大きな地下鉄と、あと橋ですね、オルティガスとボニファシオ・グロバシティの橋、この3つの大きなインフラプロジェクトが進んでいる、ボニファシオ・グロバシティの、プロジェクトになっております。アメニティがですね、非常に充実していてですね、あと三越デパートはですね、直結のコンドミニアムとなっております。ターンオーバーがですね、2024年ため分割支払いが可能というような物件が、ザ・シーズンズの特徴となっております。詳細のですね、金額とか物件の資料をですね、お問い合わせいただきますと、の情報をですね、ご提供させていただきます。ご興味のある方はぜひお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、ザ・シーズンズについてご説明させていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。GSR の日高でした。